テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。スタジアムにも歓喜が押し寄せてきております。結果よりも内容に注目したいプレシーズンマッチ、さあ勝つのは一体どちらなんでしょうか。イーリス対セレッソ、注目の一戦です。実況担当は安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、熱の火蓋が切って落とされました。イーリス、どうやらシステム的には532という守備的な布陣です。間、ゴールを目の前にして止められました。手元の時計で25分が経過しています。イーリス、ここはしっかり守っていきたいところです。いいコンビネーションですよ。言うことなしですね。まずは様子を伺うといった雰囲気。キャッパー後ろに出した。あーっと、インターセプト、ボールを取られます。前半34分、イーリス、ここでなんとか踏ん張りを見せてほしい。さてどうしますか。スライディングタックル、ここで前半戦が終了。両者ノーゴール。水沼さん、前半振り返っていかがでしょう。両チームともチャンスを生かしきれてませんよね。後半キックオフです。後半6分、イーリス、ここはしっかり守っていきたいところです。吉村、抜かれました。さてどうしますか。上がっていきます。ディフェンス陣油断したか。無難につないでいきます。ディフェンダー慌てて戻ります。横山、中央でキープしています。右にパスが出ます。クラウジーン、クロスボールを上げるチャンス、絶好のチャンス、思い切ってシュート、決まった。セレッソ先制ゴール。後半6分、セレッソ先制のゴールを決めました。横山、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。これはどうなんでしょうか。これは仕方ないでしょう。ここまで完璧に決められるともう参ったですね。後半14分、ボールはセレッソ、右に振ります。まずは様子を伺うといった雰囲気。巧みなボールさばき、西澤、これは呼ばれていました。後半のロスタイム、セレッソコーナーキックとなります。横山、決まった。セレッソファインゴール。後半終了間際、ダメ押しのゴールが決まってしまいました。これで2点目。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。横山、いいところに張っていました。練習しないとここまでうまくいきませんね。彼の存在がね、相手のプレッシャーになるんですよ。ここで試合終了。終わってみれば0対2。イーリス、決定的チャンスを生かしきれず完封負けを喫しています。イーリス、今日の敗因は。チームとしてのね、まとまりがちょっとなかったですね。もっとチャンスを作らないといけないですよね。放送席、解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。
します。